どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。今日は今と昔で変わったワンちゃんの暮らしということでね、ワンちゃんの暮らし、人と同時にやっぱり生きてくると、どうしてもね、人が変わるとワンちゃんも変わっていきます。今ね、人の生活もかなり変化してるんで、ワンちゃんもものすごく変わってるんじゃないのかなと思うんですけども、昔はダメってされたのに今はいいよとかね、逆にね、昔はいいとされてたのに今はダメってなってたりとか、そういったことがね、ちょこちょこあったりします。なのでその辺もね、一緒に見ていけたらいいのかなと思いますので、もしよかったら最後までお付き合いください。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンの方では楽しくやらせていただいてます。オンラインサロンの方ではメンバーさんどんどん集まっております。今ね、Zoom で直接相談になったりとか、 Zoom でトレーニングの方もできてますので、もしね、今やっぱりこういう時代でね、通うのにちょっと抵抗あるよっていう方、もしよかったら入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。まずですね、よく自分もね、ワンちゃんって飼うからね、育てる時代に変わりましたって話をよくするんですけども、飼うっていうと、まあ一番がね、なんか外飼いみたいなね、イメージがあると思うんですけども、家の外で飼われてるワンちゃんっていうのが前はね、中心的だったんですけど、今はね、お家の中に入ってる子たちがほとんど、もちろんね、中型大型犬で、お外で飼ってますよっていう方も中にはいらっしゃると思います。ただね、大型犬中型犬の子たちでも家の中で飼ってる人たちが、半数をね、そろそろ超えてきたんじゃないのかなって個人的にはね、感じるぐらい、中で飼うっていうことが多くなってきました。となってくるとね、この飼い方ですね、この飼い方、飼うっていう言葉自体が自分はね、育てるに変化してるんじゃないかなって思っていて、その飼うと育てるの差って何かっていうと、生活空間の共有ですね。一緒に生きていくっていうことはお家の中に入れる。そうなってくるとね、自分の中でね、飼うと育てるの差って何かっていうと、自分の中では飼うっていうのは、例えばね、ワンちゃんを外で飼ってます。で、自分たち家の中、生活空間は共有してないですよね。例えば外だったらどこでおしっこしてもどこでうんちしても、まあ取ればいいかなと思うんですけど、生活空間共有されると、そのどこでもいいってわけにいかなくなりますよね。なので、トイレだったりとかね、あといたずらとかね、そういった問題がね、より強くね、浮き彫りになってくるんじゃないのかなと思います。なので、これは本当にね、外から中、生活空間の共有、つまりワンちゃんを育ててくる中で出てくるものっていう話になってきますね。2つ目ですね、関わり合い方。これね、本当にね、これは別に皆さんが悪いじゃないですよ。日本人はね、ものすごくワンちゃんに対しての関わり合い方ってちょっと下手な部分があるんじゃないのかなと思ってます。その下手っていうのが、いる時に全般的に接し方がダメとかじゃなくて、特に家の中に入れて生活空間を共に共有した時に、どうしてもね、ちょっかいを出しすぎ、ちょっかいって言ったら怒られるかな、でもね、触ったりとか、なんかついついいる間ずっと抱っこしてたりとか、気持ちはものすごくわかるんですけどね、特に小型犬でちょこちょこしてる子で可愛いと、ついついね、用もないのに声かけたりとか、やっぱりね、抱っこしてたりなんていうことが出てきちゃうんじゃないのかなと思うんですけども、この関わり合い方ですね、これが昔ってお外にいた子たちになってくると、分けようとしなくても、もう空間が分けられちゃってるから、ある種くっつこうとしてもそれ以上くっつけないっていうものがありますよね。ところが今っていうのは、家の中に入れて共に生活していくと、この一緒にくっついちゃうからこそ、これは一緒でもいいよね、これは別にしようねっていうのをちゃんと分けていただかないと非常に難しい。例えばワンちゃんが勘違いするんじゃないのかなって思うのが、今ね、リモートだったりとか、お家でね、在宅ワークみたいなね、そういうことが増えてます。家にいるっていうことはいつも見てられる、いつも見てられるのはすごくいいんですけども、ついついずっと一緒にいちゃう、家にいるからずっと一緒にいちゃったりとか、お膝に乗っけてね、一緒にね、お仕事しちゃったりとか、なんか見えてるとついついね、何かこうしちゃいがちになるんですけども、ただね、ワンちゃんっていうのは、これどんな甘えん坊な子でも、逆にね、一人の時間が好きだよっていう子でも、もうこれ絶対だと思うんですけど、関わる時間も絶対必要だけども、一人の時間も絶対必要なんです。それはお家の中にたとえ一緒にいても別々の時間を過ごすっていう、ちゃんとね、お家の中で分けておくっていうことができると一番いいんじゃないのかなと思います。この関わるっていうことがなんでね、すごく大事になってくるかっていうと、例えばね、一番最初って自分はよく言うのが、最初は必ず分けてください、分けてるところから入る。ワンちゃんをお家にお迎えしたらいきなりフリーじゃなくって、サークル、もしくはね、部屋の一部区切ってでもいいですけど、必ず分けてねみたいな話をするところから入ると思うんですけども、この区切るっていうことがすごく大事で、やっぱりね、そこでワンちゃんっていうのはある程度お家のルールを最低限覚えて、でそれから自由を後付けにしていく。なんでかっていうと、中には勘違いしちゃう
子がいるから。例えば話してもらったらずっとフリーでいいんだって思っちゃうと、今度ね制限かけると、制限に対してもちろんワンちゃんって後から制限かけられれば拒絶反応って出ますよね。それを和らげるのに一番大事なことっていうのは、最初にある程度ルールを決めて、お家の中で制限をかけていきながら、自由に徐々にねしてってあげながらやってってあげるっていうことがすごく大事です。例えばね、最初からじゃあピンクを作ろうと思った時に赤と白を同時に全部混ぜちゃったら、もう後からそれって分けられないんですよ。なので最初は大事なのは、赤は赤、ワンちゃんはワンちゃん、白は白、人は人、それを真ん中で色を混ぜていきながら、なんか違ったなと思ったら、もうちょっと人のを増やそうと思ったら人の方増やしたりとか、ワンちゃん増やしたりしながら、自分が思った色に近づけていく。いきなり全部をね、生活一緒にしました、バーンって混ぜちゃうと、途中からねこれがね分けられなくなっちゃうと、分けた時に思ったような分け方じゃなくなることももちろん出てきます。なので、そこもねしっかり考えた上でね、ワンちゃんと関わってやっていくっていうことが非常に大事になってくるんじゃないのかなと思いますので、トイレのね教え方とかの動画だったりとか、あとはね部屋の中のね、こんな風に分けたらいいんじゃないのかなみたいな動画もね出てますので、もしよかったらね、そちらの方も見ていただければと思います。あとですね、トレーニング、トレーニングもね、昔はよくね、高い声のトーンで褒めてあげて、わーってやってあげるのが一番いいって言われたんですけど、今はねやっぱり興奮しちゃったりとか、あとはワンちゃんがね、こっちが例えば褒めるっていうイメージって、なんかよし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 みたいなことするのを思っちゃう方も多いんですけども、よしよしってやってる時間もワンちゃんの集中力を使っているし、よしよしってやることが中には喜ばない子もいる。なのでそこまで見てもらった方がいいのかなと思いますので、せっかくなんでね、トレーニングはちょっと実践を交えてねやってみたいと思いますので、今からちょっとねやってみたいと思います。はい、それではね、トレーニングの方もちょっと簡単にね解説だけしていきたいと思います。昔はねよくね、ジェット、おいで、おさら、はい、よし、はい、よし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 、はい、こだねこだね、うん、こだねこだね、はい、よし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 ってやったんですけど、これやるとね、ワンちゃんが興奮しやすくなります。なので、ワンちゃんの興奮をね、あんまり強くしない方がいいので、今はね、あんまり、昔は本当にこの高い声で、よし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 、はい、ちょっとこれだね、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 ってやったんですけど、まずね、この褒めてもらってる間もワンちゃんって実は集中力使ってます。ね、なので、これ集中力使っちゃうっていうのは、本当は何かすることに使ってた方が、絶対にいい集中力なので、あとは声かけてあげて短くやってあげて、もしね、最後に例えばさて、ごめんなさい、おやつを戻しちゃいました、ついてで、もしああいう飲み方するんだったら、さて、ついて、待て、待てだよ、さて、待てだよ、はい、ついて、さて、はい、みたいなね、こう一番最後にね褒めてあげる分にはいいんですけど、間々で例えば、ね、お座り、はい、子だね、あれ、こうやって、はい、子だってやっていくと、その都度その都度ね、ワンちゃんのテンションも上がってきやすいのと、あとですね、ワンちゃんこのね、いい子だねって言ってこう触って褒めてる間もね、この間も集中力ってね、使ってるんだなっていうのは、皆さんもね、感じていただけたら一番いいんじゃないのかなと思いますので、ぜひね、それでね、教訓をちょっとやってみてください。はい、最後にですね、さっきやったジェットみたいに触ると喜ぶ子の場合は触ってあげてもいいんですけども、例えばね、今日眉じゃない、眉で、はい、さて、はい、よし、ね、こうやっておやつもらって、例えば、こうやって、はい、いいね、いいね、よし、はい、いいね、はい、おかえ、こっちは手でしょ、おかえりだ、おかえ、はい、いいね、いいね、はい、じゃあさ、やるのいいんですけど、例えばね、ワンちゃんが褒めて触ってあげて嬉しくなさそうな時、嬉しくなさそうっていうか、まあそんなに触れるのが好きじゃないよっていう子もいて、中に入れ、はい、よし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 どうしても出ないのか、もう出てもいいか、こういう時にはね、褒めてあげていい子だねって言って優しく触ってあげる分にはいいんですけど、ただね、やっぱりこういうテンポも一緒で、こうやって触ってる間もね、ワンちゃんの集中力使ってるのと、あとね、何
というわけでね、ワンちゃんとの暮らしっていうのは今と昔で変わりました。でそれ以上に人の暮らしが変わったから変わったんだと思います。でトレーニングもね、自分たちってついついねよしよしって触るとね、ワンちゃんって絶対喜ぶよねとか思い込みがあるんですよね。なので、そういったことでね、ワンちゃんの集中力だったりとかね、やりたいっていう気持ちをね、人が邪魔しちゃってる時ももちろんあります。なので、その辺はねトレーニングもワンちゃんに合わせてやっていただけたら一番いいんじゃないのかなと思うのと、一番大事なことが、人の負担になっても良くないし、ワンちゃんの負担にもなっても良くないので、そこはね、どんなに人間も一緒ですけどね、パートナーとどれだけお互い好きだって言ったってずっといたら嫌になります。そこは上手にね、一緒にいる時間、別々の時間取っていただけたらどちらも超最高になると思いますので、ぜひ皆さんもね、そこ調整しながらワンちゃんとの楽しい時間作ろうって心がけることが大事ですからね。ぜひね、そんな風にワンちゃんと接してみてはいかがでしょうか。